太玉は日本神話に登場する神。古事記では太玉の命。日本書記では太玉の命。古語周囲では飴の太玉の命。新先生史録では天ネクシ玉の命と表記する。インベ氏のその一柱とされる。出字は危機には書かれていないが、古語周囲などでは高見結び村のこと記されている。岩戸隠れの際、重い金の人が考えた。 アマテラス大臣を岩戸から出すための策で良いかどうかを占うため、アメノコ屋根の命と共に太まにを行った。そして、八坂にニマガタマやヤタ鏡などを下げた天のカヤマの五百個マサカキを捧げ持ち、アマテラスが岩戸から顔を覗かせると、アメノコ屋根と共にその前に鏡を差し出した。天村降臨の際には、ニニギノ村に従って守るよう命じられ、 ご友糸口の一人として随伴した。日本書期の一書では、雨の子屋根とともに天テラスを祀る神殿の守護神になるよう命じられたとも書かれている。岩戸隠れにおいて、危機では、太玉の命よりも、雨の子屋根の命の方が重要な役割をしている。インベ氏のインベ広成が書いた、古語周囲では、逆に太玉の方が、中心的な役割を果たしている。 雨の太玉の命神社、大朝彦神社、安房神社、大原神社、須崎大臣、安房口神社、金卒宮などで祀られている。ありがとうございます。